青コーナー金田検討会所属水上マリオ選手の入場です。あんちゃんかと思っちゃった。ますます似てきやがった。いいかマリオ、どんなにバテても撃たれても相手の目を見て絶対キャンバスに目を落とすな。分かってるってジミー。セコンドアウト。あんちゃん、やっとここまで来たよ。あんちゃんが立ちたかったリング、立つはずだったリング、プロのリングだ。行くぜあんちゃん。何やってんだお前は。並みもなく緊張してんじゃねえのか。もっと手を出せマリオ。やべえマリオ、右だ、右を打て。マリオのやつ楽しんでるみてえだな。見てみろよあの顔、笑ってやがる。行けマリオ。この相手の動きを止めた。よし、そこから返して。虹だ。撃た、右を打ちやがった。すげえぞマリオ。どうやら大丈夫そうだな。え？感知したとしても大抵は恐怖心が先に立ってなかなか思い切り打てないものだが、彼の場合心配いらなかったようだ。そりゃそうさ、だってマリオ頑張ったんだもん。酒もタバコもやめて毎日毎日きつい練習に耐えてきたんだもんね、マリオ。